おはようございます、得意点。疲労は回復しましたか？良き日となるよう祝福を送りましょう。眠りを支えた寝台にも祝福があるべきですね。誰か聞かれよ。古流、あなたにも祝福を。いやあ、もう祝福はいいって。それよりなんでここにいるんだ？こいつに何か用なのか？得意点にまみえることを望んでここに至りました。とはいえ、何よりもまずは再度の謝罪を。空の世界にあるべき大地をと願っての行いではありましたが、この世界に生きる命にもあなた方にも多大な迷惑をかけました。くさびたる六流としてあってはならぬ愚行に対する謝罪と、私を止め、また行いへの許しを与えてくれたことに心からの感謝を。オイラもなんかあの時はいろいろ考えて勝手に追い詰められちまってたっていうか、ガレオンだけが悪いってわけでもねえし、あまり気にされるとかえって落ち着かねえぜ。そうでしょうか。そうだぜ、にゃ。恩義は忘れません。ですが、今はせめて祝福を。良いのであればご相伴に預かりましょう。よし、そうと決まればさっさと着替えちまわないとな。ましょう。ああ、口元が汚れましたね。
拭わねば。動かずにそのまま私に任せてください。よくできました。では次の一口を。あのガレオンさん。はい、青の娘、何でしょう。そのどうしてさっきからご飯をあーんってしてるんですか。私もやっていいならあーんってしたいのに。する、そうじゃなくて。いけませんでしたか。いけないっつうか、まずガレオンがあまりちゃんとスプーン使えてねえよな。さっきから何度か裏側に具を乗せようとしてこぼれまくってるし。ああ、これは裏なのですね。道理で得意点の口元が汚れたのは私の失態です。申し訳ない。すぐに新たな一口を届けましょう。こちらが裏、こちらが表ですね。ガレオンさんって前はこんな感じじゃなかったような。得意点、こちらを向いて口を開けてください。歯を食いしばることのないよう、そのまま、そのまま、きれいにしましょう。ゴシゴシ、ゴシゴシ。どこへ向かうのですか、得意点。私も同行したいと思います。ガレオンさん、どうしちゃったんでしょう。前はあんなに一緒にいようとしたりはしてなかったですよね。少なくとも悪気はねえと思うけど、ガレオンに何かあったのかな。私たちと仲良くしてくれるのは嬉しいですけど、なんだかちょっとガレオンさんが心配になってきました。猫さん、ご飯ですよ。おや？なあ、この猫ガレオンは初めて見るよな。グランサイファーで飼ってるっていうか、どっかの島で迷い込んじまったみたいで、放り出すのも気の毒だし、そのままにしてるっていうか。そうなのですか。一口ごとに何か言ってんな。うまいとかかな。だといいんですけど。猫さん、お腹いっぱい食べてくださいね。
猫を甘やかすのが好きなんだからな。好き。お、ガレオン、どうした？得意点、青の娘。人の子は毛をすくことを好むのですね。覚えました。にゃにゃしゃー。あ、猫さん。わあ、ガレオンが構われて自分がほっとかれたから拗ねちまったのかな。あいつ勝手気ままなくせしてすぐ拗ねるよな。どうしました？赤の古竜、あなたも触れたいのであればどうぞ。いやおいらはいいって。そうじゃなくて、ガレオンはなんでまたそんなにこいつに構われたがってるんだ？努力を重ねる命には見合った報酬があるべきでは。お、まあそりゃそうだけど。でしょ。得意点、望むのならばどうぞもっと触れてください。髪以外にも撫でたいようならば得意点の望むままに。占領されていますが、邪魔ではないのですか？そうですか。温めるのであれば大きさから言って私の方が向いています。つもりなのじゃ、ガレオン。布団を温めています。
甘すぎるのじゃ。得意点たちに崇められ大事にされて、イーリアはふさわしい扱いを受けているというのに、隅々まで温めるには私の体でも足りませんね。位置を変えてみても、その間に先に温めた箇所が冷めてしまいますし。何用ですか、イーウィア。それはこっちのセリフなのじゃ。得意点にベタベタとかまって、少しは恥を知るのじゃ、ガレオン。恥？そうなのじゃ。空の世界を世界たらしめる断り、くさびたる六竜の一柱が、また一つの命に寵愛を傾けるとは、役割放棄も甚だしいのじゃ。寵愛？得意点の働きには報酬が与えられて叱るべきです。報酬？何言ってるのじゃ。全然ご褒美になってないのじゃ。ガレオンがしたいだけなのじゃ。したいだけ。大方、赤の古竜を取り込んだ時に、赤の古竜の記憶と感情に同期して影響を受けておるんじゃろ。はあ、まったく、同じ六竜として恥ずかしいのじゃ。反省するのじゃ。少し落ち込めばいいのじゃ。したいだけ。得意点の世話を。空の世界のすべての命を見守る立場である私が、私は、はあ、ガレオンさん、どうしたんでしょう。なんだかしょんぼりしているような。こいつにあれこれ世話を焼こうとするのも昨日の晩からやめちまったよな。昨日ガレオンさんと何かありましたか。とはいえ、そろそろ出かけないと依頼に間に合わなくなっちまう。あ、そうですね。急いで準備しないと。ガレオンはどうする？一緒に来るか？ガレオンさん？なんでしょう。なんだかぼんやりしてんな。依頼で出かけるけど一緒に来るかって聞いたんだけど。私は、ガレオンさん、無理しないでゆっくり休んでてくださいね。それじゃあ行ってくるぜ。無事に戻ってきてください。あなた方の道行きに祝福を。
ごきげんよう。空の世界において自由を意味する翼持つ命よ。どうぞ。あなたも待ち人があるのですか？私は得意点の帰りを、いえどうなのでしょう、待つべきなのかどうか。急がなきゃ。でも大先輩、先輩ただいま、じゃなくてその随分と形が異なりますが、あなたの弟なのですね。そうなんです。見て先輩、小さな命、ずいぶん衰弱していますね。まずは傷を洗って、お湯を沸かさないと。はい、じゃなくてまずお鍋、それよりタオル。何か手伝えることがありますか？ありがとう。道具を用意する間この子を抱いていてほしいんだ。受け負いましょう。それだけで良いのですか？うん、体を冷やさないようにしなくちゃ。なるほど、保温が必要なのですね。さあ、その命をこちらへ。すぐ戻ってくるからお願いします。苦難を得たか弱く幼い命、あなたの望みが叶うよう祝福を与えましょう。ミルクが飲めるようなら一安心だ。
に跳ねたミルクは拭った方が良いでしょうか。そうだね、タオルタオル。満足したのでしょうか。動かなくなりましたが。食事も睡眠も傷の回復には不可欠。本能が理解しているのですね。このいびつな世界で生き抜くため懸命に行動している。あなたも形は異なりますが、人の子の兄なのですね。先輩たちが助けてくれなければ、今頃僕はここにいません。拾ってくれただけじゃなく、大きくなるまでずっと見守って育ててくれて。そして今度はあなたが小さき命を救った。種族が異なれど互いに助け合う空の命の在り方は得難く尊い。僕もこの子を助けたいとは思ったけど、慌てちゃって。先輩たちとガレオンさんがいてくれたから、なんとか手当てしてあげられました。ありがとう、ガレオンさん。この命が生きたいと望み、あなたが救いたいと願った。その思いがなければ、私の祝福も手助けも意味をなさなかったのです。あなた方は、空の命は本当に素晴らしい。私はそんなあなた方に何を。戻ったのですね、得意点。青の娘、赤の古竜、無事で何よりです。ガレオンさん、ただいまです。疲労したようですね。あなた方の奮励に祝福を。なんだ、朝は落ち込んで、あ、つ
つうか落ち着いてた感じなのに、またこれかよ。赤の古竜、遠慮は不要です。あなたもまた祝福を得るべき存在。食事が用意されているそうです。口にするのを手伝いましょう。得意点、先輩。そうします。先輩たち、カレオさんもおやすみなさい。おやすみ。良い夜があなたと小さな命に訪れますように。か弱く幼い命をあなた方が守り導いてきたのですね。手間がかかったことでしょう。敵から逃れることも、食物を探すこともできない。兄として弟を大切に思い、今も守り導いている。その思いの前に種族の違いなど差し構いとはならないのですね。種族を案じるその思いは、空の世界の輝きそのもの。ならばきっと、私もまたこの思いを否定すべきではない。与えてくれた気づきに感謝します。人の子の兄たち。
あなた方のおかげで。破壊の神は空の世界に変化し続けることを望んだ。そして六竜もまた心を得るという変化を経た。そう、最初から恐れることなどなかった。空の命と同じように私も変化と共に歩んでいく。この苦難に満ち歪んでしまったけれど愛おしき空の世界を。やれやれ、やっと帰ってこられたぜ。小腹が空いたのじゃ。何かつまみ食いしてやるのじゃ。得意点に一番チヤホヤされるべきはこの